取り組みについてちょっと発表してほしいということで聞けたんですけど、私、まあ、数字成果ではまだ出せてないんですけど、毎日やってることで毎朝予約表をコピーして荷物クロークのところに貼って、そこに荷物番号をいつもトリプル F 書いてるんですけど、そのコピーをするときに1枚多く自分の分でコピーしてて、あ、でも今違うか、あ、コピーしてでそこにいつも顧客情報共有のときに赤いペンで提案するものとか書いてくれるんですけど、スタイリストを共有するときで、それと別に今青ペンで自分で最初にコスを見て、その人の使ってるもの商品と、いつもトリートメントするかとか、何したかとか、前回何したかとか、あと炭酸水いつもしてるかとか、なんかいつも毎回ポスじゃなくて紙数見なくていいように、ポスを見なくていいように情報を書いて、その上から赤ペンで書いてます。でそれを写真で撮って、一応バックルームにいつも置いてあるんですけど、その紙自体はで見れるときはそれを見るようにして、で見れないときとかスパに入って急に入っちゃうときとかもあるので、そういうときのために写真を撮ってて、で、ご案内して、もう寝かせた後にシュッて見てます。で、で、最近は、待ち受けにしてすぐ見れるようにして、携帯の待ち受け、ロック画面のところにその写真をして、そしたらいろいろこうやってやんなくていいので、時間短縮になります。ただちょっと見る場所は考えなきゃいけないんですけど、そういう感じでやってるます。はい、ありがとうございました。今日は、11月から天板コンクールが始まって、ってからなんですけど、結構アシスタント数字をバランスよく数字が伸ばせるようになってきて、はい、そうですね。最初の頃はやっぱ TH だったり炭酸ばっかりがズバ抜けて上がったんですけど、今はエヴァ変更だったりスパ変更、商品もたくさん出てきてなんですけど、その理由としてはやっぱり朝の情報共有だったり、先輩方が顧客メモにしっかりメモしてくださってたりとか、そうですね、営業中のスタッフさんとの、スタイリストさんとの、お話とか共有でしっかり狙い撃ちして、そのお客様に合った一番の商品っていうのをしっかり出せているからかなと思います。で、今全般コンクール、コミュニケーションコンクールで商品の話たくさんさせていただいているんですけども、12月入ってちょっとまだなので、しっかり年末、しっかり11月12月で50本という目標なので、しっかりそれをクリアして、しっかり年末までしっかり全力でやって、いい状態で新年を迎えられるようにしていきたいと思います。はい、以上です。ありがとうございました。そこからの発信も的を得ているんですよね。何か物事を見ることに対してすごく、なんて言うんでしょうね、なんかこう、ね、的がすごく合ってるなっていうのがあるので、ピンポイントでお客様のかゆいところに手が届いているのではないかというところで、しかも全員に提案しているので、それをそして結果が出てると感じております。お肌も綺麗だったり、はい、お願いします。はい、ズバリというところで、去年と何が違うかっていうのを考えてきました。去年と違うのは事前準備です。事前準備、材料、朝礼後の時間のこだわりというところですね。で、接客メモが駅前店すごい充実してるというか、必ず書くようにするっていう文化がある、定着してきたかなって思って、で、それがなんていうかあれなんですよ、感想みたいな感じなんですよ、接客メモが。その日のうちに振り返って、
なんか思いとか歴史を感じるというか、そのお客様との関係性とかを感じるような接客メモの書き方で、でその日のうちに書くと棚卸しができて、次のあ次こうすればよかったなみたいなのとかが、明確になるんですね。でその日のうちの熱量で書くので、結構次見た時にあってすごい思い出せるみたいなっていうのがなんか感じましたっていうところと、あとさっき久保田さんからもあったんですけど、接客メモ事前に、事前接客メモ、なんていうんですかね、顧客情報で伝わらない部分とか、今日こういう風にやってほしいっていうのを先に書いてますね。そうなんです。なんていう。その日来たお客さんの接客メモにカーソルを合わせると、その日やってほしいこと、提案してほしいものとかを書いておいたりとか、あともしくはちょっと難しい人とかいるじゃないですか、でも、とかはちょっと難しいので仲良くなってくださいみたいなことを書いてあったりとかしますね。っていうのは結構当たってるかなと思います。ですね、やっぱ店舗として接客メモの優先順位を上げるっていうのはすごい大事なのかなっていうふうに感じました。はい、あとは材料の方は渡辺さんがしっかりやってくれていて、前は来た時に直送伝票を書いたりとかしてたんですけど、今はもう予約の時点で直送伝票、まあ皆さんやってるかもしれないですけどっていうので来て、もう煩わしさがない状態で、土日とかすごい出ると思うんですけど、あたふたあたふたみたいななっちゃうとスタッフ的にもちょっと心配になっちゃうので、それを事前にやるようにしていました。あとは、朝礼後の時間のこだわりっていうところで、例えば土日すごい詰まってました、予約がやばいですってなってた時もロプレしようみたいな風にはなんないです。っていうのは、作戦タイムを取りたいからなんですけど、その作戦タイムを取る時もあれば、例えば朝一5人一気に来ますみたいな時とかは、正直そのちょっと開ける時もあります、5分前とかで。で開けたりとか、あと受付ロープレの強化っていうのをやってます。やっぱその第一印象を外したくないっていうのがあるんですよ、第一印象が悪いと最初のカウンセリングとしてもう表情が悪かったりとかするんで、そうするともう、大変というか挽回する力が残ってない時もあるんでそういう時とかはやって、やっぱり受付ロープレっていうのが大事っていうのと、あとゲスト、私飛び込みのことゲストって言ってるんですけど、ゲストの対応強化っていうのをやっております。飛び込みの人が来て、もし取れなかったとしても、なんかまた次行きたいなと思ってもらえるようにアルバムを作成して、その待合スペースをちょっと充実してやっておりますっていうところでですかね。でこれをまとめますと、やっぱ徹底的なお客様目線へのこだわりイコールスタッフの安心感につながるのかなっていうふうに感じました。このですね、そうですね、どんなにやっぱ新規って大事って分かってても、来た時に常連のカウンセリング待たせて受付対応とかしてた場合って、すごいなんかドキドキするしちゃうって 100% の力どうしても出せないって時があると思うので、そういったことをなくすためにやっぱ事前準備を徹底すると。で徹底した事前準備をして、スタッフ、お客さんがすごい喜んだっていう顔を見ると、もうスタッフも 100% モチベーションが上がると、そういう好循環でサイクルがなって今来てるのかなって感じがします。素晴らしい、以上です。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、そうですね、11月の方で結構商品の方で成功体験いっぱい作れたところで、ちょっと振り返ってみて、何を気をつけてたっていう、何を気をつけてたかと、あと一つちょっと本当に全体、私だけじゃなくて本当にお店全体の力で開拓ができたっていう成功体験があるので、それを紹介させていただきます。最近商品で気をつけていることは、やっぱなんか思いを伝えたりとか知識を伝えたりとか、お客様の話を聞いたりっていうのはもう多分今までやってきてることで、
最近気をつけてるのはとにかくちょっと肯定的にこう話を進めていこうっていうのをちょっと自分の中でやってて、お客様がシャンプーを変えましたって、それが別に市販のシャンプーからちょっといい市販のシャンプーでこっち的にはアイケア使ってほしいって気持ちがあっても、そこを否定するんじゃなくて、その変えようと思った意識を褒めてあげたりとか、まあ、やってることドライヤーで乾かすようになりましたっていう些細なことも褒めていくんですけど、そこで終わるんじゃなくて、まあ、せっかくそこで頑張ってるんだったらもっと良くしたくないですかっていう、もうワンランク上のところをお店の方で紹介しようとっていうしようとして、11月の方は結構つながったんですけれども、つい先日あった成功体験をちょっと一つ紹介させていただきます。はい、ちょっと長くなっちゃいそうなのでちょっとスピーディーにいきます。まず特徴は50代の女性で、まあ、髪の毛難毛でこうポワーッと広がる感じで、年齢によるちょっと癖が出ちゃうような方で、気になるところはダメージとアットップのペタンコです。で、すごくその方は美容院にトラウマがあって、もう本当にちょっとえって思うぐらいなんですけど、カウンセリングの時にもうそんな髪型あなたには似合いませんとかできませんって言われちゃったりとか、あともう早くこれどれがいいんですか決めてくださいとかって言われたって言われて、でかわいそうと思ったんですけど、だから本当に 2,3 ヶ月に1回来たいんですけど、もう最近本当1年に1回とか2回とかっていうので、本当に今日来るのも怖かったみたいな感じだった方なので、ネットで予約をしてくれました。で、朝一だったんですけど、ちょっと早く来られて、ちょっと受付もバタついてたんですけど、柳川くんと2人で対応させていただいて、最近の駅前店の受付ロープレのおかげで、すごいスムーズにお声がきと対応とでカルテ出してっていうところまで、なんかここがすごいちょっとバタついてたのがわからないような感じでできたのがまず良かったポイントです。で、次のカウンセリングで、まあ、名刺渡しながら自己紹介はもちろんなんですけど、ちょっと個人的にこう入り方っていうのがちょっと最近あんまり良くなかったなっていう反省がちょっとあったので、檜山店長のカウンセリングの仕方をちょっと真似させていただいて、カルテ持ったまま話を聞いて、それをもう書いていくみたいな、で書いてああみたいな、でなんかこう、まあ、内容もしかしたら一緒かもしれないんですけど、こうちょっとその書いてあるところを復唱しながら確認していくようなカウンセリングを取らせていただいて、でそこで美容室に対して否定的な思いしかなかったことをいろいろ聞いて、で共感して、でそこから今度肯定的に進めていって、聞いた上で寄り添った提案ができました。でカット中は技術の方は、まあ、もちろんなんですけど、それ以上にその年齢が上の方なので、見られ方とお客様の触れ方に重点を置きました。で、それも檜山店長だったり、あと馬淵店長のカットの仕方なんですけど、とにかくコーミングするとパッとかじゃなくて、こうスナックスみたいなこうスッってやって、あと仕上がりのイメージがその方ボブだったんですけど、ただペターンとかじゃなくてちゃんとこうふわーみたいな感じで、切ってる途中からもうボブができてますみたいな感じをとにかく意識して切ったら、カラークロスに変えた時になんか仕上がりの前だけどカットがもう今までと違うし、なんかもう嬉しいみたいな感じで結構お客様が上がってる状態です。で、まあカラーじゃない、その後、まあ、生トリートメントをちょっといろいろお話ししてエバー変更にさせていただいて、柳川くんに入っていただくんですけど、その前の共有もちょっとしっかりさせてもらって、悩みとかそのカウンセリングの話はもちろん伝えたんですけど、その美容院の恐怖心を解くためのところで私が精一杯だったので、あんまりそのシャンプーの話ができなかったっていうのを柳に伝えました。で、カウンセリングからカットまでお店のケアの話しかしなかったから、最終的には、まあ、ふんわりってところはエッセンスがいいんだけど、スパンのこととか、まあ、その人のことを考えると、私はシャンプーとトリートメントを使ってほしいっていうことだけを柳川くんに託してエバーリーフに入っていただいたら、しっかり柳川くんがヘアケアの話をしてくれて、まあ、エバーリーフだとアイケア一切使わないんですけど、シャンプーの良さとかを全部伝えてくれてました。で、その時に今日ハグに来て渡辺さんと柳川くんに出会えて本当に良かったって言っていただけました。はい。で、仕上げは、まあ、かし方とか仕上がりのことを
伝えて感動していただいて、理想のスパンはまあ2ヶ月とかっていうのも伝えたんですけど、まあ、どうしてもちょっと主婦で3ヶ月になってしまうっていう話から、お客様の方から2ヶ月で来れない代わりに、あの柳川くんが言ってたシャンプーとトリートメントとあとエッセンス使ってケアするから3ヶ月でもいいですかみたいな感じになり、サイズもあの柳川くんがおすすめしてくれたポンプサイズがいいですっていうふうにもお客様から全部言っていただいて、シャンプートリートメントポンプサイズと、エバーリーフの6番が出せました。なのでちょっとこのケースに関して私ほとんど商品のお話はせずに、あの最後の会計で本当シャンプー完成力をし始めるっていう感じだったんですけど、本当に受付からいい状態で最後そういうケアの方につながって意識も上がってお店好きになってもらえたんだなっていうのがちょっと良かったなと思いました。で、商品とかエバーリーフとかのお話してる時も、あの口コミを読んでくださってる方で、あの口コミに前25分じゃなくて60分に50分にすればよかったとかっていう口コミを前に私いただいたのを読んでたらしく、それで書いてあったから50分のにしますみたいな感じで言っていただいたので、改めてウェブだったりとか口コミの促しも徹底していこうと感じました。はい、ちょっと商品だけじゃないんですけど、そんな感じで素晴らしい、はい、今月も頑張ります。そうですね、あの今1年生の時から比べて自分が成長できたなと感じる、部分だったりをお話しさせていただきます。まず、スタイリストさんとの共有はもちろんなんですが、それも自らいくら、もうここは当然のレベルなんですけど、意識していることが特に意識していることが3つあって、1つは、顧客心理ステップを確実に絶対踏むこと、急がないってことですね。前に僕 MS に書いていただいたぐらいガツガツ提案で苦しかったみたいな書いてもらったことがあったりとか、いろいろ反省が1年生の時も今ももちろんあるんですけど、そういうのを踏まえて必ずこの人にだったら自分の方で話してもいいと思ってもらえるぐらい、打ち解けたなっていう風になってもらってから、お悩み引き出したりだとか提案に入るようにしてます。2つ目が、順位も数字も大事なんですが、それよりもお客様の綺麗のためだったり、あとヘアケア使って楽しいなって感じてもらうことの方をなんかたくさん考えるようになりました。前は順位ばっかりでしたね。で、3つ目がスタイリストになった時のことを考えながら提案することです。ガツガツ提案だったりその場で勢いっていうのも大事なんですが、もちろんその方にもし自分がスタイリストさんになって入り出してもらった時に必ずリピートっていうのが大事ですので、リピートする商品買って帰ってそのまま来ないとかじゃなくて、リピートしてもらえるような商品提案っていうのを意識してます。それが顧客心理ステップにつながるんですけど、で、あと、それが特に意識している3つです。で、先ほど渡辺さんのスピーチであったように、駅前の先輩方がいつ も最近肯定的にお客様に接するっていうので、僕もそれを真似させてもらって、とにかく今お客様が自分でやっていることをまず褒める、まずその意識が素晴らしいです、素敵ですねっていう言葉を素直にかけること、そうするとお客さんが素直になんか嬉しいって言ってくれて、そこから打ち解けてこちらのプロ目線のヘアケア知識を素直に聞いてくれます。最初から否定的に話す人は誰もいないと思うんですが、市販じゃない方がいいですよみたいな感じで話すと、絶対もう聞く気がちょっとなくなっちゃう方ももしかしたらいるかもしれないので、まずは肯定、まずは褒めるっていうところを意識してます。で、開拓数が伸びてるのはそういうことも含めてなんですけど、お悩みのない方にもヘアケア用品を最近開拓できていて、お悩みないと本人は言っていても、こちら目線で見た髪質診断
からヘアケア知識と一緒に提案しています。お客さんが悩みないんだよねって言っても、こちらが触れたりとか見たりして、あ、この人こういうところがもっとこうだったらもっと楽しいし、もっとスタイリングもやりやすいしいいだろうなっていうのを、もちろんスタイリストの方と共有しながら、欲しがってるからもう全部バーってこう、じゃあこういう風に使ってください、この量でなんちゃらで、こうどんどん言っていくと、なんか完全に売る人みたいになってしまう。まあ、売る人ではあるんですけど、しっかりお客さんと呼吸を合わせて提案する。で、最終的に急な角度でクロージングしないっていうことを意識してます。そうですよね。自分もともとそんな早口じゃないので、あんまりこう早々とことが進むことはそんなないんですけど、結構後輩だったり、まあ自分もまだ課題ありありなんですけど、同期だったり後輩の提案聞いてると、進みが早いなっていう風に感じることがあって、まだお客さんの気持ちがそこまでついていってないんじゃないかなっていう風に思ったり、まあ、それは自分たちの代と先輩方の代の提案の仕方を、なんかちょっと自分まだまだなんですけど比べて考えた時に、なんか自分たちって急ぎすぎてないかなって思って、それで分かんないよね、呼吸合わせるってなんか理想使用量とか自分の中に伝えたいことあるじゃないですか、でもなんかそれってどこで言うんですか。それも伝えるんですけど急がない、伝えたいことは伝えます、必ず伝えたいことは伝えるんですけど、早くこうどんどんこっちはもう買ってほしいから、使ってほしいから、気になってほしいから言いたい気持ちはありますが、お客さんからしたらなんかそのずっと言われてる、こうちゃんと自分も返事をする隙を与えてあげるというか、ちゃんと対話になってるかなっていうことです。提案だけじゃなくて、まだまだですけど他のものを使ってるって言われた時にどうしたらいいかそこで第一声何言うか、他のものシャンプーとか使ってる、それで満足してる。そういう時、そのさっきの工程の話なんですけど、でも自分の髪に合うものを探して今行き着いてるっていうその意識自体が素敵ですよねって言います。恥ずかしいことも素直に言いますね。ポエムのような、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとよく出させていただいてて、でリフトエッセンスとかは結構もうスタイリストの方とか皆さんもバン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 出してるなと思って、それではなんかロープレ大会でもやったのでいいかなって思いまして、最近昨日アクアエッセンスをセラローションをいつも使ってる方にアクアエッセンスをなんか冬だけこれも一緒に使いましょうということで開拓させていただいて、ちょっとそれのロープレっていうか、それはその時再現 VTR みたいなやらせていただきました。お疲れ様でした。これがマッサージしていきますね。で、これすいません、設定はもう冬でセラローションいつも使っていただいてるんですけど、部分的にめちゃかゆいっていう方です。で、はい、秋元さんお疲れ様でした。で、先ほどここですね、ここやっぱいつもより冬だとかゆくなってくるっていうおっしゃってたじゃないですか。で、
そこでなんかいつもセラローションを使っていただいているので、それは将来の未来の綺麗な髪が生えてくるために絶対ずっと使い続けていただきたいんですけど、でもやっぱここの痒みは気になるということで、ちょっとあのこれ見たことありますか？これも頭皮のセラローションみたいなやつなんですけど、でセラローションはその未来のために使っていくものなんですけど、化粧水なんですよ。これ新しく出たやつなんですけど、久保田さん普段化粧水結構使いじゃないですか、はい、で化粧水ってすごい速攻性があると思うんですよ、ね、つけた瞬間プチプチプルプルに泣いたりとかするのでそれも全くこれも全く一緒で化粧水の部類に入るので、はい、速攻性があるんですね。なんでいつもセラローションはいつものとここにつけさせていただいて、で痒いとこここだけここだけこれを3プッシュとか5プッシュつけて、かゆいとこだけでいいんです。そしたらすぐ効果実感してもらえると思うので、でちっちゃいんでセラローションってちっちゃいんですけど、ちょっと大きいじゃないですか。でこれちっちゃいから持ち運びできるんですよ。あ、確かに。なんで職場とか行った時とかにやっぱ暖房効いてたりして乾燥しやすくなってくるので、はい、乾燥してかゆいなと思った時にこれすごい潤い与えられることできるので、潤い与えられてでその肝臓治せるのでなんでそのふってかゆい時にチュッてつけていただければ、はい、もうその悩み絶対この冬絶対乗り切れるので、うん、ダブル使いですね。ちょっと面倒くさくなっちゃうかもしれないんですけど、この冬そのかゆみをなくすためにはセラローションの他にこういう一本使っていただくのが一番いいと思います。痒いとこだけでも痒いとこだけ大丈夫です。それ痒くないところはセラローション使ってください。じゃあちょっと使ってみようかな、はい、お願いします。ありがとうございます。っていうところまで来てて、あとまあ大体約今900万で残り1100万だなって思った時に、とりあえず3店舗で割ってみたら366万だなって思って、であとだいたい23日だなって思って、1日15万ぐらいだなって思ったんですね。なんか結構でもそうやって3で割ってるので、4、5で一応ツリーとライフでもっと割ったらもっと低くなるなっていうふうに考えたので、やっぱ今駅前で取り組んでるそのお客様にどうなってほしいかを接客メモに前日に書いておくっていうのはすごく今効果的だなと感じてますので、あのアシスタントも一緒にお客様と一緒に綺麗になっていくっていう提案ができていると思いますが、一応課題はやっぱりあって、この意気込みなんですけど、あのうち時間がちょっとルーズかなとか思ってて、であの朝礼と終礼の時間を必ず厳守するっていうのをちょっと12月は課題にさせていただいて、朝礼を、あ、それもちょっと理由があって、朝礼は作戦会議かロープレになっちゃうんですよ。両方やりたいんです。そうだね。だからあのそれをしっかりできるように前日からの準備っていうところをあの強化していくっていうのもそうなんですけど、夜も朝礼もしっかり時間内に終わらせることでフィードバックの時間と体調管理っていうところもできるので、まあ、一番フィードバックのところに時間をしっかりと使って、あのまた成長、お互い成長できるように取り組んでいければと思っておりますので、全店で達成できるように私もちょっとここから本気出して頑張りますので、よろしくお願いします。以上です。